新戦力もすごいぞ、駒澤大学新入生特集。もうですね、うん、去年3冠を、達成した駒澤大学、はい、今年も3冠するんじゃないかというぐらいの戦力を持ってあります、うん、言われてますね。なのに新入生も強いぞという噂を聞きましたのでなんかね、今日はその特集をしたいと思います。はい、まずですね、駒澤大学、はい、スカウティング、年々ね、いろんなスカウティング見てきたと思うんですよ、今まで。はい。駒澤大学のスカウティング の特徴とか、うん、今までの経歴、どうですか、どうちゃん。簡単に言うと、今年最高じゃないですか、ね、うん。今から紹介するメンバー最高だと思いますよ。あ、そうですか。はい。花の世代に匹敵するぐらいのメンバー揃ったんじゃないですかね。なるほどですね。すごい、ものすごい世代で生まれるのかな。うん、っていう予感がします。なるほど、はい、去年も強かったですけどね。去年も強かったですね。毎年毎年そのスカウティングがいいなと、うん、いいですね。なので、今回は一人ずつちょっとお二人に聞いていきたいんですけど、はい、じゃあですね、まず、はい、この人の名前聞くだけでちょっとワクワクします。はいはい、安原くんから行きたいと思います。海星くんですね。海星くん ね、 あ、もうこの方ね、うん、太陽くんの弟さんですから。そうでしょ、はい、だって太陽の名前でしょ。太陽が、はい、海が晴れるですから。かっこいいんですよ。かっこいいないですか、本当に、ね、で駒澤に、ね、来てくれました ね、 ね、ちゃんとね、素晴らしい素晴らしい、うん、どんな選手かを含めてちょっとよしお願いします。はい、うん、この方やっぱね、5000メートルも13分56持ってますからね、はい、この世代のトップランナーではありますよね。確かに、うん、で宮古寺ではね、滋賀学園で、まあ、3年連続ちゃんと1年生から走ってますし、すごいね、うん、2年生3年生の時はね、3区で8位でしたから。はい、そう、素晴らしい走りしました。で、あとあれですね、稲駅伝、あの伝説です、伝説の29人抜きしましたから。すごいよね。はい、素晴らしかったですね、あの走りもね。で、インターハイではね、1500で全国に出場してるんで、やっぱスピードもめちゃくちゃあるんですよ。おー、なるほど、はい、でもお兄ちゃんとのこの兄弟リレー見たいですよね、うん、見たい。やっぱ4年生なんで、お兄ちゃんが、うん、で1年生でしょ、はいはい、もうチャンスはこの1年だけなんで。そうですよね、ちょっと見たいですよね。確かに、いやちょっとね、この名前聞くだけでちょっと嬉しいです。はい、大注目です、うん、頑張ってください。そして続いて、うん、小山くん、はい、これはね、どうちゃんに聞いていきたいと思いますけど、小山選手ね、どうちゃん、うん、埼玉栄好きだからね。はい、まあ大好きですね、うん、大好きですか。はい、うん、まあ小山くん、まあ埼玉栄でもね、うん、サンパガラスみたいな選手なんですけど、3人ぐらいいるんですよ、強い選手で。はいはいはい、その中の1人なんですけど、はい、うん、まあ今っていうか僕の評価は3人の中で一番強いんじゃないかとは思ってます。はいはい、一番強い選手を取ったんだ、駒澤が。まあまあ僕が思う中ではですね。いやそう思うよ、はい、うん、思いますね、思う思う、うん、というのがやっぱり都大路では、うん、やっぱ3年生の時にその3人の中では1区を走ったんですよね、うん、でまあ結果的に4位というね、すごいな、もうすごい、もう宮古寺でも本当に顔を売ったんじゃないかと、うんうん、はい、思います。知られたんじゃないかと思います、うん、で都道府県対抗駅伝でも良くて、うん、もう非常にその何ていうんですか、近年もいいんですよね、うん、でこの方ね、中学校が強かったんですよね。そうなんですよね。中学校の全中でね、はい、全中っていう大会があるんですけど、全国大会、はい、で1500と3000のチャンピオンになってるんですよね。すごいな。だからもういわば埼玉栄にスーパー中学生で入ってきてるんですよね、うん、で1年の時もね非常に良くて、もうなんていうんですか、他の選手に差はついてましたね、やっぱり、ね、はいはい、ですからこの埼玉栄っていう名門の中で産んだスターということで、その白鳥くんの後を追ってるような感じですけど、うん、そっか、はい、白鳥くんの後輩になりますから、うん、非常にその1年目からブレイクする可能性は高いですよね、うん、なるほど、はい、わ、楽しみです。いやー、楽しみだな。これ安原くん、小山くんで聞くだけですごいですね。まあ、強いですよね。すごいですよ。はい。うん、でもこの方もよく名前聞きました。いや、はい、続いて工藤選手、はい、この方ね、よし、教えてください。はい、一ノ関学院ですね、ね、この方もね、 5000m13 分台ね、持ってますね、うん、すごいね、もうトップランナーと言っていいんじゃないですか、この世代のね。確かに、うん、で宮古寺もね、この方やっぱ3年連続走ってますね、しっかり、うん、わ、3年連続すごいよね。ね、1年生から出てますから。で3年生とか1区7位と、もうここも素晴らしい走りしましたね。最後やっぱスパートが強いんですよ、この方。なるほどね、うん、であと度肝を抜いたのが、はい、アンダー20の日本選手権ですよね。お、大学生とかね、たくさんいる中、うん、3000m で優勝したんですよ。すごくないですか、すごいね。で強いなと思ってたら、その2日後にインターハイの東北予選、うん、2日後ですよ、あって、はい、で1500と5000で優勝したんですよ。2日後に2レース走ってるの。はい、で2冠取ってるんですよ。何それ。でも本当ね、しかもここもしっかり強敵揃いの中で優勝してるんで、本当、うん、強いなとこの時思いましたね。うわー、すごいな、うん、でなんか 100m もめっちゃ速いらしくて、はい、だからもうスパートが強い選手ですね。わー、スピードランナーだね。スピードランナー、うん、
であのトラックも強いんで、うん、いきなり活躍する可能性も十分ありますね、うん、ですよね、うん、上からこうタイム的に並んでるでしょ今安原選手小山選手工藤選手そうですねこの選手で3番目だからねそうですね、すごいね考えたら、まあ、トップ3やっぱこの3人は、うん、もう大注目ですよね、 ね、はい、13分台ですからね、うんうん、1年生からレギュラーもありえるというありえるですわかりました、はい、しかしこの選手も名前何回も聞きましたよ、はい、どうちゃん今度教えてください、はい、上坂選手はい、智弁カレッジから、うん来ますけども、はい、まあ近年まず智弁カレッジが強くなっていってるんですよね、うん、こちらにやっぱり素晴らしい選手がいつもいて関東の大学にね毎年送り込んでるような感じなんですけど、はい、今回この上坂くんということで、うん、この上坂くんもですね3年連続都走って、うん、今年はね1区で11位でしたけど、うん、まあ智弁カレッジの中で一番強いと言われてます、うんはいでここにはねあのいいライバルがいて、うん、滝本くんでいるんですよ、うん、2大エースみたいな感じ2大エースなんですよ、うんうん、でこの選手と競り合って成長したような感じがちょっとあるんですよね、うん、なるほどで、まあ、タイムもねものすごくいいし、うん、僕は三強、ね、工藤くんまで三強って、まあ、先ほど言いましたけど、うん、これ上坂くんまで入れていいんじゃないかと思うぐらいなるほどねなかなかポテンシャルは持ってるんじゃないかとは思います。四本柱。四本柱かな。なるほど。はい。だから、なかなか面白い選手ですよね。うんうん、言ったら全国大会の、まあその宮古市の1区走るだけでもすごい。もうすごい。そうですよ。うん。で、11位でいいですかね。いいですよね。すごい。うん。わかりました。はい。続いて、こちら、ヨッシーに聞きたいんですけども。はい。伊賀白鵬5号。島子選手ですね、はいうん、この方もね14分02ですから、うん、いや13分台って言ってもおかしくないですねおかしくないもうほぼですからね、うん、素晴らしいタイム、うん、しかもこれ2年生の時出してるんですよ、はい、でもまだ伸びしろが絶対あるはずなんで確かに確かに、うん、この方ね去年の10月にやった日本海駅伝、うん、そこで1区2位だったんですよね、うんはい、で素晴らしい走りをしたんですよ、はい、そこでただですね、うん、見たら分かると思うんですけど、うん、あの全国1区では33位だったんですよね、まあまあ、都大路では、うん、そうでその後の都道府県も1区35位というちょっとね苦戦してしまったんですよ1区は転倒したでしょあ転倒あったっけ、うん、転倒したと思います、うんそうね、なるほどね転倒なければもっと良かったかもしれないそうですね、うん、だからもうちょっと大学に入っての巻き返しにちょっと期待したいですねなるほど、はいうんまあ、巻き返しあるんじゃない、ね、あるんじゃない、うん、って感じですね本当あるよ全然楽しみですよ、はい、そして僕ねこのやっぱり名前が世羅高校はい、はい、本当に強いイメージがあるんですよ、はいはい、ありますね世羅高校のこの村上選手、うんはいはい、おぜひちょっと熱く語ってください、うんまず世羅高校のエースでしたね、うん、そうですね、うんまあ、今回の、うん、1個走ってるからね、はい、そうですね、うん、でまあ世羅高校って強かったじゃないですか全国制覇も2連覇とか2連覇、はい、しましたよね、うん、一昨年とその前ですかね、うん1年生のこと、はい、村上選手が、うん、アンカーで優勝ゴールキープあゴールテープ切ってますですからもうメンバーだったんですね、うんはい、で優勝メンバーですね優勝メンバーですね、うんで、まあ、1区走って、うん、3年生の時はですね。うん、何が良かったと、この方、インターハイで、うん、県の5000メートルですね、うん。は1位なんですよ。はいはい。広島県内で。なるほど。はい。で広島って結構、まあ、強豪校多くて、強豪ランナーも多いんですよね。うん、その中で1位は1位なんですよね。うん、まあ、全国大会ではちょっと振るいませんでしたけど、うん、だからもう、広島県内で一番強いランナーだと僕は思います。うん、そういうランナーが駒沢に来るってことはね。うんやっぱりここまでもまだそう熱いのかと思わせるような感じですね。はい、やっぱ宮古島優勝経験してますからね。そうですね。でかいですよね。1年生の時にねゴールテープ切ってるんで。優勝のゴールテープ切ってる。そうです。はい。アンカーで区間賞でした。ね。はい、区間賞でゴールテープ、うん、ゴールテープ切りました。うん、その経験って絶対ね、うん、もうありますから。はい。わ、うん、かりました。はい。続いても有名高校トヨタ御殿ですよ。はい。よし教えてください松井選手、はい。松井選手ですね。うんこの方もね、一応中学の時から結構ね、うん、活躍してたんですよ。全中とかも出てたんで。はい、はい。で、ただ、都大路はね、うん、走ってないんですけど。なるほど。で愛知の県駅伝では、うん、1個3年連続走ってます。うん、はい。なんで、1年生の頃からもうエースとして走ってきてますね。うん、すごいな、それもそれで。うん。で、結果はね、1年の時は5位。うん、で、2年生の時は2位。で、3年の時は3位という。おぉ、いい。めっちゃ強いです。いいですよね。めっちゃいいやん。そうなんですよ。うん。で特に2年生の時は1区で29分23出してるんで、まあ、愛知の1区って結構タイム出やすいんですけど、かなりポテンシャル高いんじゃないかなと思ってます、うん、じゃあこういう選手がまた駒沢に入るとタイムググッと伸ばす可能性があるんですね。そうですよ、うん、楽しみだ。はい、わかりました。うん、はい、続いてですけど、はい、白井選手、はい、こちら教えてください。はい、こちらはまず千葉の琉球大柏高校、うんはい、
千葉といえばね、はい、もう一律船橋とか八千代松陰とかありますけど、強豪がいっぱいあるんですけども、はい、ここでのランナーなんですけど、うん、やっぱ彼はね駅伝って目立ったというよりはインターハイですよね、うん、1500のインターハイ、はいはい、こちらでまずその全国では11位ぐらいになってる、うん、11位ですね、うん、になってるんですけど、まあ、あの南関東ブロックとか、うん、あと千葉の予選ではね、うん、もう非常に上位にいたランナーなんですよ。だから一条の橋八千代松陰とね、うん、一人張り合ってた、うん、琉球大柏の選手だったんですよ。なるほど、ね、はい、ですからもう本当琉球大柏の大エース、うん、ということでですね、うん、その成り物入りで駒沢に来るんですけど、うん、まあ、あとはその綾くんがいましたよね、うん、八千代松陰に、はい、ですから彼と同学年同期なんで、うん、やっぱこの白井くんはその中でねやっぱり揉まれて、うん、あの綾くんに、まあ、力匹敵するぐらいまで持ってきてるんで、うん、ちょっと期待は持てますよね、うんうん、なるほどね。その綾くんはベスト3と言われるぐらいですから、高校の。そうですね、この世代でね、この世代で、うん、わかりました。はい、じゃあ続いて、はい、こちら秋田工業の選手ですね、うん、小松選手。小松選手ですね、はい、この方はね、まあ、強豪の秋田工業で、うん、この方もね1年生の時からずっと出てるんですよ、うん、都大路全部出てるんですよ、うん、はい、うん、駅伝の経験結構豊富で、はい、あの中学校の頃が結構駅伝で結果を残してる選手なんですよ、うんうん、で中でもね1年生の時の伊那駅伝、うん、あの1区で6位だったんですけど、この時ね先着してるメンバーがあの亀池くんとかに勝ってるんですよ。亀池くんとか今の駒沢の伊藤くん、山川くんとか、はいはいはい、あと城西の斉藤くんとかに勝ってる、1年生の時に。じゃあ先輩に勝ってるの。そうそうそう、すごいね。名だたる選手に先着してるんで、なんかポテンシャル高いんじゃないかなと思うんですよね。まあ持ちタイムこそまだね14分24ですけども、うん、あのポテンシャル、ロードのポテンシャルは非常に高いんじゃないかなと思ってます。なんかこういう選手がね、うん、エースになったりしますからね。ありえますから、全然タイムだけじゃないですもんね。ねえ、うん、うん、分かりました。はい、はい、続いて、はい、新谷選手、はい、こちら教えてください、はい、うん、新谷選手ですね、うん、まず福島の田村高校という名門中の名門高校なんですよね、うん、で田村高校って学校石川の陰に今隠れてますけど、うん、学校石川がこれだけ強くなる前は、うん、田村高校やったんですよ、福島で言えば、うん、なるほどね、はい、うん、だから学校石川のねやっぱ強さに今屈してますけど、うん、田村高校も強いんですよね、うん、ですよね、はい、まあ、その中のエースということで、うん、まあ、今回駒沢大学に入ってくるというふうになったんですけども、うん、まあ、彼はですね、うん、その学校石川の壁っていうのはチームとしてはちょっとあの破れませんでしたけど、うん、個人的にはですね、うん、あの県予選なんですけど、うん、やっぱり1区で2位という好成績なんですよね、うん、そうでしたね。そしてまあその福島県内で強いと言われる学校石川の大湊君に負けただけで、うん、後の選手は全部勝ってるんですよ、うん、だからあの何ていうんですか、1区でねその10キロなんですけど、うん、そこでやっぱり力発揮する選手ではあるんですよね、うん、でインターハイの方でも、5000m でですね、うん、やっぱ上位に食い込む力持ってますんで、うん、あ、予選なんかもね、もう上位なんで、うん、だからもう非常に、秘めたる力、っていうのがあるんじゃないかなと思うような選手ですよね。うん、なるほど。わ、はい、かりました。うん。いい選手多いな、多いんですよ。うん、あの、紹介していくにつれて、どん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 こうボルテージ上がってきてますもんね。逆に逆に。もう、だからね、うん、こう、コースつけがたいんですよ。タイム順には並んでるといえ。そうなんですよ。そうそう、本当に。うんうん、そういうことで こちらの選手も強いんじゃない、はい、福島高校の松田選手、はい、松田選手、松田君か、うん、この方はね、うん、まあ、駅伝の実績で言うと、うん、もう3年間ね県の連合チームだったんですよ、うん、あ、はい、福島高校はあのチームが作れてないんで、うん、連合チームで出場してたんですよね、まあ、でも3年間全部出てますね、うん、それこそ新谷君と一緒に熾烈な、ね、戦いをしたわけでしょ。そうですね、そうですね、うん、まあ、1区で4位、これがまあ一番いい成績ですね、はいはいはい、うん、であのインターハイはあの1500と5000で県予選でギリギリね行けなかったんですよ、全国に。ああ、どっちも7位で、あら、6位以内だもんね。そう、6位以内なんですけど、どっちも7位だしね、そうギリギリ行けなかったんですよね。タイム的にはちょっと即戦力とはいかないかもしれないですけど、うん、今めちゃめちゃ活躍してる篠原くんもね、うん、このぐらいのタイムだったんですよ、まあ、入学時は。あ、そっか、はい、なんでね爆発する可能性ってありますよ、ね、育成で次第ではすごいことになるかもしれない、うん、かもしれません、うん、期待しましょう。はい、わかりました。じゃあこちらの表では最後ですね。そうですね、亀山選手、はい、亀山選手のことを教えてください、うん、はい、亀山選手は、はい、藤枝東
なんですけども、はいはい、まあ、宮古城もちょっと縁がなかったんですけどね、うん、はい、まあ、でも予選ではね、うん、1区を2年生の時から走ってるんですよ、うんうんうん、彼ね、特徴的に中学校で800と1500では非常に名の知れたランナーだったらしいです、うん、地元では、はい、ですから本当スピードスターの可能性あるんじゃないかと思って。なるほど、ね、スピードスターっていうのはその短い距離もね、うんうん、行けるランナー、もうとにかくスピードがあるランナーじゃないかなと思って非常に期待できますよね。うん、はい、なるほどね、出雲なんかいいかもしれませんよ。お、はい、将来的にね、まあ、将来的に伸びれば出雲なんか走る可能性ありますよ、ね、うんうん、はい、いや本当育成次第ではね、どう化けるかわからないのが、うん、本当ね、陸上選手でもありますから、確かに。この今紹介してもらいましたこの選手たちを聞いた上で確認しますけれども、うん、はい、うん、やっぱり素晴らしいスカウトなんですね。いやー強いですね。なかなか最強のスカウトだと思うんですよね、うん、今もすでに最強なのに、ね、うん、そうそう、またいいメンバー来るんで、うん、レギュラー争い大変ですね。今の在学ね、在学の2年生3年生4年生新ね、うん、これ浮かうことできないですね。いやー本当そうですね。これに駒田のね育成力がまた入りますから、うん、はい、ここから伸びると思ったら末恐ろしいですね。わかりました。はい、いや本当にですね、うん、新戦力、はい、新入生本当に楽しみです、うん、どうなっていくかレギュラー争いも含めて楽しみです、はい、本日は駒澤大学の新入生を語るでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。